時間となりました今週も、えー、クリスマスに向けて、えー、後端の方から、えーえー、賛美いたします。えー、今日は聖歌の124番、えー「静かに眠れる」これはルカの福音書5章の2節、えー、ベツレヘム」「汝はユダの群中に似て小さきものなり」ということですね。4分の4拍子ですね。やや早く104になっています4節まであります。 では行きます。聖歌の百二十四番。静かに眠れる。三、はい。静かに眠れる小さな木村別れ眠よ今長馬まやにおこ ことをなれは知らず見たみのぞみし主のみあれぞ静けき真夜中イエス・キリスト現れたまいぬ 垂れ知らぬ間ただ朝の星神をたとう雨には見栄え地に平和とくすしきたまもの神の愛は 静かに地に降る梅雨のごとし今なおイエスは宿としたもんいとも減り下る長心を 神の御子エスよ、いざ下りて。汚れし心を長めざとし。こしえまでも座したまえや。 今、インマル,エルの主よ、長見、神よ。感謝いたします。アーメンです、えー。もうすぐクリスマスですね。えー、皆さんの上に神様の豊かな祝福がありますように、メリークリスマス。えー、まあ後のこの、うん、成果ーまた YouTube チャンネル登録、またコメント、またいいねボタンをお,お願いいたします。えー、次回の、うん、成果でお会いいたしましょう。週夜限列、パッションプルジュ、シャロム、シャロム。